こんにちは、速稼塾の久保です。今日はね、私と同じ誕生日の YouTuber さんがいらっしゃってですね、転職大魔王さんって私の動画にもよく私名前出させてもらうんですけども、この方がアップロードしていたタイトル「ホームレス」という動画についてね、ちょっと思うことがあったんでお話したいなと思うんですよ。まあ、まずはね、結論として全部ひっくるめて思うのが、ホームレスイコールお金がない人っていう認識はちょっと変えないといけないかなっていうところですね。ホームレスはホームレス、いわゆる家がないだけで、負債がない、固定資産がかからないんですよね。ですからもしかしたら裕福なのかもしれないっていう見方も必要なんですよ。で、それとはちょっとずれるんですけども、南の帝王の例をこの方が出してくださってて、私もね、映画は全部見たんですけども、漫画は見てないんで、漫画の中のどれかかなと思うんですけども、イケてる社長とキャバクラのお姉さんが一緒に歩いてて、で、ホームレスの方がね、なんかそのお皿を置いてこう座ってるんですよ、心斎橋の上かなんかで。そしたらキャバクラのお姉さんがそのおばあちゃんを見てかわいそうっていうので、格好をつけたい、その男性の方はね、お金を2万円とか置くんですよね。そしたらキャバクラのお姉さんが、あーすごいよかったねじゃなくて、え、2万円ぽっちなのみたいなこと言い方されるから、見栄を張ってね、5万円とか置くんですよ。そしたら、そんなに心が狭い方だったらもっともっと上げてみたいな感じでキャバクラのお姉さんが言うから、格好をつけて結局10万円をガサッとやるわけなんですよね。で、お二人のそのカップルは行ってしまうという形ですよね。で、その後しばらくしたら、キャバクラのお姉さんだけが戻ってきて、そのおばあちゃんに話しかけていってね。で、分け前をもらって、よかったねって感じで、二人とも儲かって帰っていくみたいな感じで。要するに、やらせの小敷なんですよ。だから、小敷って言ったらですよ、やらせホームレスなんですよね。ホームレスという職業をやっているっていうことなんですよね。で、そういった形で、南の帝王の中には何回か、ホームレスを装ったやり手の事業家さんっていうのが出てきたりするわけなんですけども、これはね、先日も私別のニュースで見たんですけども、ドバイでホームレスが年収800万みたいな例があってね、なんかホームレスといっても今多様化してるんだなというふうな、そういうことをね、思い出したんで、ちょっとねお話したいと思ったんですよ。で、ここから私の経験なんですけども、私はね、35歳、36歳、37歳この辺りで2年間ホームレスをしてたんですよ。で、ホームレスはしていたんですけども、多分ね、日本で一番豊かなホームレスだったと思います。というのが、私のホームレスの根城は、広島の平和記念公園なんですよね。もう皆さんご存知ですよね、平和公園っていうの。で、通常ホームレスって公園とか橋の下だと思いますけども、平和記念公園みたいなでっかいね、観光地のところにも川が流れてて、橋があるわけですよ。まあ、ですね、雨が降ったら橋の下に行ったりとかね。で、とあるその、公園内のトイレの裏手に将棋をやるスペースとかブルーシートのスペースがあって、そこに、まあ、いわゆるテーブルとか荷物をね、みんなで隠してるわけなんですよ。そこはすごくね、上手に隠せるところがあって、私もそこにホームレスするときにホームレスのね、先輩の方にいろいろ教わったんですよ。缶の回収の仕方とかね、お腹が空いたとき食べ物はどこに置いてあるとか、それこそホームレスに好意的なコンビニとかがあって、残ったものをそっとね、汚れないようにちゃんと置いてくださってるところがあったりとか、あとファーストフードの店とかも余ったバンズパンをですね、置いてくださったり、ゴミ箱のところにちゃんと汚れないように置いてくださったりところがあって、その代わりそれをもらいに行く代わりに周りを掃除するとかっていうのを私たちはやるわけなんですよ。で、店のイメージ壊れないように、なるべく綺麗な格好した人がそこにね、行くようにしてるとかね、なんかいろいろ細かいルールがあって、しまいにはね、郵便物も平和公園に届くわけですよね。これは言っていいのかどうか分かりませんけど、結局言っちゃいますけども、職員の方が届けてくれるんですよね。で、住所には平和公園って書いてあるんですよ。こんなん通用するんだみたいなね、こと思いましたけども、ただ重大なモラルとかがあって、ホームレスがそうやって平和公園で私たちみたいに、私、過去の私みたいにね、住むことが許されてるのは、日中は観光客の方が来るんで、ホームレスの姿を見せないようにっていう指示はないんですよ。指示はないけど、私たちそこを使わせてもらってるものは、それはね、おもんぱかって、お昼間は絶対平和公園の内部にはいないようにしてたんですよ。基本的にはいないです。平和公園の中にいるホームレスを見かけたとしたら、それはね、どこの派閥、ホームレス派閥にも属してない素人さんなんですよ。流れ者か、素人さん。で、私たちは、やっぱりホームレスっていう軍団で、そこにもね、序列があって、先輩とか後輩とか役割とか、あと、使いっ走りみたいなのがあって、私はまあ使いっ走りの方だったんですけどね。で、年齢差とかね、それから、過去の職業とか関係ないんですけども、やっぱりね、ホームレスとしての、その、節をわきまえてる方で、輝く方っているんですよ。なんか尊敬される方とか、人がついてくるリーダーシップのある方って。で、私もそういう方に教わって、ホームレスの常識とかね、ホームレスのタブーとかっていうのをいろいろとね、教わる中で、他の地域のホームレスの方との連絡の取り方とか、万が一何かがあったらそこに行って合流するとか、どこで炊き出しを行うとかね、それからホームレスもそのボランティア活動に参加したりするんですよ。なんですか、こうなんですか、本通りの石畳のね、ガムをこうやって剥ぐ係があるんですけど、ああいうのに自主的に参加したりとか、
まあ、とある一流企業の前のその道路をね清掃したりとかっていうのを自主的にやったりとかね、それから 100m 道路っていうのがあるんですけども、まあ、そこの空き缶を拾ったりとかね、それからゴミとか吸い殻を拾ったりっていうのを、まあ、自主的にやるわけなんですよ。そうやって誰にも褒めたたえられないけども社会の一員として機能しているっていうふうな、まあ、気概を持つっていうんですかね、そういうことを勧められましたね。で私もねそれからというものをその広島市内のいろんなストリートを見るたんびにね、ここは何々さんがきれいにしてくれてるんだな、ここは名もなきなんとかさんがやってるんだなっての思い出しながら愛情深くその街を好きになることができたっていう経験ですね。うん、まあそういうね私も今でこそ隠居とか言ってますけども、40歳までは本当にあのめちゃくちゃな暮らしをしていましてね、そのうちあまりにもお金がなさすぎて、あの賃貸はあったんですけども、そこに督促状が束で届いたりとかね、訪ねてくる人が、まあ、ちょっとわけのわからない人というか怖い人っていうこともあって帰らないようになって、でホームレスをやっちゃったってことがありました。で2年間のホームレス経験の中でも私はね実際に本通りで店舗をやってましたんで、ホームレスが店舗のオーナーみたいな形でね、うん、まあ借金はかさんでいきましたけども、うん、たまにねお風呂に入るときはグランドサウナっていうねサウナがあるんですけども、そこにあの割引券で泊まりに行ったりとかしてね、でそこの宿泊日数が連続で1年とか1年って断続的ではないんですけどもね、週に1回2回っていうのがずっと続いたんで、そこにボトルを置かしてもらったりとかね、スタッフさんが今日久保さん来ないねみたいな感じでね噂してくださったりとかね、本当になんか、おかしな日常でした。当時35、6歳だったと思いますけども、他の35、6歳の方はねマイホームがあって帰るところがあって暖かい布団で寝てみたいな、で将来の夢があったり会社のいろんな行事があったりとか家族との関わりがあったりする中で、私だけはね寒空に、こう吹かれながら、それでもね失わなかったものがあります。まあ、それはやっぱ希望ですかね、自分が動けばなんとかなるっていつも思ってましたね。で自分が動く方向があの転落の方向だったんで、当時はね転落してみようと思ったんで転落しっぱなしだったんですけども、それはねなかなか楽しかったです。人間でこう転落してる途中ってジェットコースターみたいに一種の恍惚感があるんですよね、特別感っていうのが。でまあ今みたいにこう這い上がってくるとちょっとね懐かしさはあります。そういう時にそうなりたいとは思わないんですけども、一部のね哀愁というかね青春の1ページではないですけども、自分の人生の1ページにもああいう時があったんだなと、またそういう時に戻るかもしれないなとか、どんなことにも覚悟ができるようなね、そんな気持ちが固まったような気がしますし、何よりもそのホームレスっていう世界にも人間関係があって序列があってルールがあってモラルがあって社会の皆さんに迷惑をかけないようにやっていて、人知れず誰かのね名もなき、お世話を自主的にやっているっていう側面があるのに、まあ、痛くね胸を打たれた覚えがあります。現代どうでしょうかね、自分に得がないとやらないとか仕事だからやってるっていう中で仕事を離れると仕事でやってるパフォーマンスを出さなかったりするような場面もあると思うんですよ。ギブアンドテイクみたいなね嫌な言葉もありますしね、ウィンウィンみたいな本当に嫌な言葉もあります。ギブアンドテイクではなくて自分はもらえなくても与える精神っていうのがホームレスの世界にはありましたし、ウィンウィンじゃなくて自分は失ってもいいから誰かに勝ってもらおうっていうふうな、そんなね提供の精神が満ち溢れていたのが私のホームレス 経験で得たことだったかなと思いますけど、皆さんいかがお感じだったでしょうか。それではあと10月10日、明日はね、転職大魔王さんと一緒に誕生日でございます。本当にありがたいことでございます。